置くんだ。負けるわけにはいかないな。スキャンしたスーツカードをスキャンしてフィールドに置くんだ。スキャンしたこのチームでいいかな。チームがチャンスをつかむのか。運命のコイントスだ。今キックオフの笛が鳴り響いた。君たちのチャンスボール。攻撃に参加するカードを攻撃参加ゾーンに移動させよう。君のアビリティ発動。攻撃に参加するカードを攻撃参加ゾーンに移動させよう。赤いカードは赤いゴールエリアに、青いカードは青い攻撃エリアに配置すると有利だ。ゴールエリアにカードがないときは作戦決定。おっと、時が読まれていたか。相手のアビリティ発動。さあ、どんな攻防が繰り広げられるのでしょうか。5番のチャンスをものにした君のチーム、敵陣に切り込んでいく。ディフェンダーが行く手を阻む。フェンス有利か。ドリブルで突破しよう。素早い連携でディフェンスをかわした。左サイドから右サイドへ鋭いパスだ。ディフェンダーをかわしてパスにつなげられるか。オフェンスチャンスだ。ドリブルで突破しよう。君のアビリティ発動。ここで味方選手に鋭いパスだ。ディフェンダーきっちりマークしているぞ。さあ激突だ。ドリブルで突破しよう。ここでボルテイのカットだ。ここで白ウサギダッシュートだ。やらせるものか。力と力のぶつかり合いだ。イレブンパワーチャージ。5ターンエンドでシュートを決めよう。こちらが落ちるのか。ゴール。これは強烈なシュートだ。チームのリードで折り返しだ。相手チームのチャンスボール。防御に参加するカードを防御参加ゾーンに移動させよう。君のアビリティ発動。防御に参加するカードを防御参加ゾーンに移動させよう。黄色いカードは黄色いゴールエリアに、緑のカードは緑の防御エリアに配置すると有利だ。ゴールエリアにカードがないときはゴールに近いカードがゴールキーパーになるぞ。作戦決定。相手の動きを読み切っていた。素晴らしい守りで圧倒してる。しかし油断は禁物だ。後半は相手チームに主導権を握られた。
順だ。きっちりマークしているぞ。さあ撃破だ。パスしよう。ここで止める。ここでなんとか止めたいところ。どちらが勝つのか。しよう。スピニングフェイス。カードを相手ゴールエリアに入れて赤ボタンを押すんだ。君のチームのカウンター速攻で攻め上がる。シュートを狙うか。忘れ物に注意するんだ。また遊んでくれよな。